株主ネームマキさんからの無茶ぶり、顔のパーツを書いて割り振ってなんやかんやするやつです、これを撮ってるのが僕が26成り立てぐらいの時なので、まあ、26歳になったこの凛々しい顔を描いてちょっとケーポンと遊んでいこうかなと思います。まず輪郭を描きます僕が、はい、どういう輪郭しようかな。ちょっと願望も込めて細めの顔にしよう。はい、輪郭を描きましてで、これ不安だなで、次に、別の紙を用意いたしまして、でにそれぞれパーツを描いていきます、うん、で、そのパーツに後ほどケーポンさんに番号を振ってもらうので、はいはいはい、どうしようかな。まあ目かな、まず大工さんみたいな。大工さんみたいな。こんなもんやから割とちっちゃいよね。でもなんかキラキラさせたいな。いかんいかん、このままだと俺星のカービィの目を描いてしまうああ描いちゃったじゃあ目、まさといな。で鼻、今黙っちゃった。なんて声をかけたらいいのかわからなくなっちゃった。あ、でも今ちょっと前髪だいぶ増量してるし、それにすればよかったじゃあこれで、パーツと輪郭が完成でございます。映ってよかな、はい。で、これに、今から僕目背けますので、うん、パーツの方に番号を振ってください。1から5、うんうん、でパーツ振り終わったら言ってください。なんでそれをやる前にまずこれを切らなきゃいけない、ね、そうだよ ね、 そうだよね。ここちょっとカットしようか。カットだけにね。なるほど。じゃあパーツが揃ったのでここに番号を振っていくと、僕がそういうことでいいんですよね。はい、はい、やっていきたいと思います、はい、それで、ね、見てなくても何が起こったか分かるで、ね、パーツと数字を指定するので、はい、そこに当てはめていってください。わかりました。じゃあね、はい、目鼻あたりは、ね、2、3なんじゃないかと思います。おお、目2番。はい、わかりました。なるほど、ちょっと待ってくださいね。はい、今は三鼻。はい、はい、紙1。はい、なるほど。あと耳と口。5口。はい、で、4耳。なるほど。で、どうでしょう。そうですね、どう思われますいや、これって僕、これだいぶ今コメントが何もできなくなっちゃったんですけどちょっと、まずね、君の感想を聞いてからリアクションを受けたいというか、そうですね、意図しないところでバランスが取れたというか見ますよ。はい。なんだろうね。なんだろうね。それどっちが上？こっちが上？こっちが上です。なんだろうね。こういう化け物いるよね。なんか、だってこれが髪で、これが目で、これが鼻、これが口、これが耳。多分リグダとかこんな感じじゃない？確かにリグダこんな感じじゃない？穴ぶっこでしょ、これが。こういう目だしね。すげえな。不安の種とかで見た感じはありますよね。僕の数字の予想はほぼほぼ失敗だったと。はい。
全部合ってません。びっくりして、目は多分2か3なんですよ、ちげえなみたいな。一つも合ってないけど、ね、これすごいな、やべえな。じゃあケーポンもやってみる。マジか。ケーポンもやってみる。怖えんだ、伝われるかどうかわかんないけど。なんか見て、あ、そういうことか、こんなことあるじゃない。そう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 、あ、なんか思った。さあ、生来の不器用さを出さないでください。あれ。めちゃくちゃやん、君。おかしいな。はい、いいよ。そうですね、目の位置に4番を。お、なるほど。髪の位置に1番。なるほど。髪の位置に1番、はい、はい。口の位置に、うん、何番が余ってるんだ。3番。口の位置に3番。同じ番号いいぞ。あとね、2番と5番が残ってますよ。口の位置に3番。いいよ。じゃあ耳が2番で、鼻が5番。耳が2番の、鼻が5番。いかがでしょうか。そうですね、君らしいなって思いました。どういうこと。見てもいいですか。ええ、ほぼほぼ正解です。なんで。口と鼻だけでしたね。ほぼほぼ正解。ここまで来たら全部当たしてくれよ。なんでだよ。君らしいですね。決めきれず、外しきれずみたいな。使われないじゃないですか。わかんないよ。この動画編集してるナックの人、君の笑い声が異常に好きだから。あの、っていう字幕が出るから。いつもね。そうそうそう。さあ、こんなところでございます。はい。本日ネーム、まひさん、満足していただけたでしょうか。ということで、やらせていただきました。終了です。さよなら。ありがとうございました。リアクションを統一しようよ。さよならって手を振ってんだから。さよなら。